2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、国土の広さや人口の差と軍事力の圧倒的な差によって短期間で決着がつくと見られていたが、アメリカやイギリスなど北大西洋条約機構NATO や、ロシアの軍事力を脅威と感じる周辺国の支援によってウクライナ軍が善戦しており、あと1ヶ月で丸1年を迎えるよ。当初は戦いがここまで長引くとは誰も予想できなかっただろうね。各国が正しはウクライナにあると悟り、後ろ盾になったことで善戦することができたわけだな。さて今回は、ウクライナ軍の次の反攻地点について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでのウクライナ国内における戦闘は、主に以前からウクライナからの独立を目指す親ロシア派武装勢力が、拠点を構える東部ドンバス地方のルハンシク州及びドネツク州がある東部戦線と、ウクライナ最大の原子力発電所があるザポリージャ州に2014年にロシアが一方的に併合した、クリミア半島とつながるヘルソン州などの南部戦線で展開されていて、現在は厳冬期を迎えてやや膠着状態にあるものの、ドネツク州バフムートなどでは激戦が続いているんだ。ウクライナに南アズマ北の3方向から侵攻したロシア軍は、侵略開始当初の数週間こそ防衛線を張るウクライナ軍を次々に撃破して、東部戦線ではルハンシク州のほぼ全域を制圧してからさらに西のハルキウ州の州都ハルキウ市に迫り、南部戦線ではクリミア半島から侵攻した部隊が北上してザポリージャ州のメリトポリーなんと、ヘルソン州の大部分を占領してムイコラーエウ州から南部最大の港湾都市オデーサ攻略を見据え、そして北部ではベラルーシの協力を得て国境に近い首都キーウを包囲するまでに至ったよ。しかし、ウクライナ軍は西側諸国による最新兵器の供与などの支援によって軍を立て直し、巧みな戦術を駆使し、さらにロシア軍が犯した様々なミスに乗じて、東部戦線では9月に大反攻作戦を展開してハルキウ州をほぼ奪還し、11月には南部戦線でヘルソン州の州都ヘルソン市を奪還するなど、侵略によって占領された領土の 40% をこれまでに奪還したぜ。その後は天候不順によって地面がぬかるんだこともあって両軍ともに動きが鈍くなり膠着状態となっていたが、冬を迎えてぬかるみが凍ることによって戦車などの戦闘車両が移動できるようになるため、再び両軍ともに動き出すと見られているな。ロシア軍は昨年9月に部分的動員令を発令して予備役30万人を招集していて、その後の通常の徴兵によって集めた兵士と合わせて15万人から20万人が訓練を終えて最前線に配置されるものと見られているが、ロシアのプーチン大統領は未だに動員完了の手続きを取っておらず、動員対象を広げるための法改正も行っているなどしていて、西側諸国のメディアでは冬の間にさらに動員をかけて最大で50万人規模の新兵力を得ようとするのではないかとの見方も出ているね。また満足な教育も受けれずに犠牲になっていくのかな。本当に嘆かわしいことだよ。ウクライナ側では領土奪還を進めながらも、兵力を増強したロシア軍による攻勢を警戒しているが、特にここ数ヶ月は北のベラルーシ国内において駐留しているロシア軍の動きが活発になっていて、ウクライナ側では再び首都キーウ攻略を狙ってくるのではないかと警戒する声が高まっているよ。ロシア軍が再び首都キーウを狙って動き出すとする説の根拠は、現在の東部戦線や南部戦線のウクライナ軍部隊は西側諸国から供与された最新兵器を使いこなしているだけでなく戦闘における練度が高く、そこに招集したばかりの新兵を投入したとしても、これまでのようにいたずらに兵を死傷させるだけとなって戦線を挽回することは難しいとしていて、それであれば練度が低い新兵20万人を、どれほど犠牲が出ようともただひたすらキーウに向けて進軍させ、首都を陥落させることでプーチン大統領が勝利宣言をできるとの見方にあるね。要するに現在のロシア軍の戦力ではウクライナ全土を制圧するのが困難として、首都を陥落させることでウクライナを降伏させることができるというわけだな。その場合、ロシア軍は現在東部戦線のバフムートで行っているように練度も士気も低い動員兵部隊をウクライナ軍にぶつけ、
それが全滅したらまた次の動員兵部隊をぶつけることを繰り返し、動員兵が逃亡したりウクライナ軍に投降したりしないように後方に特戦隊を配置して、脱走兵を射殺することで動員兵をウクライナ軍に突撃するより他にない状況に追い込むであろうと見られているぜ。そして、ウクライナ軍が疲弊したところにネリドの高い正規軍部隊を投入する戦術を取るであろうことから、バフムート以上に動員兵の戦死傷者数が増えるとされているものの、兵士は畑から取れるとの思想があると言われるロシア軍であるため、プーチン大統領をはじめとして軍上層部は動員兵がどれほど損害をかぶろうともまた補充すれば良い程度にしか考えず、キーウを陥落させるまで攻撃の手を緩めることはないと見られているってわけだね。ウクライナ軍としてはロシア軍の動員兵が最前線に投入される前に動き出して、少しでも領土を奪還しておきたいところであろうが、首都キーウ防衛のために北方のベラルーシとの国境防衛に兵力を割かねばならず、西側から供与された各種の最新鋭兵器をこの方面にも割り当てる必要があり、広大な戦線すべてにおいて攻勢をかけることは難しいんだ。また、兵士が畑で取れるロシアと違いって人口が少ないウクライナでは、NATO が軍事介入しない以上は兵の消耗を避けなければならず、膠着状態になっている前線において守るべき地域では防衛に徹し、一点集中で反攻に出るのが上策であろうと考えられるよ。それらのことからこれまでにいくつか指摘されている反攻地点のうちで有力なのは、南部戦線においてドニプロ川のトカを避けてザポリージャ方面から南のメリトポリに向けて進撃する作戦で、メリトポリを奪還した後はそのままアゾフ海沿岸まで進撃を続けて、ロシア本国とヘルソン州からクリミア半島を結ぶロシア軍の補給線を遮断することではないかとする声が多いみたい。そして、さらに南下してヘルソン州全土の奪還が叶えば、2014年に一方的にロシアに奪われたクリミア半島の奪還までを視野に入れることが可能となるね。西側の軍事専門家の間には、ウクライナ軍にとってアメリカが新たに供与を検討している高機動ロケット砲システム、ハイマースで使用することができる長射程のロケット弾 GLSDB が、クリミア半島奪還の決め手となるとの見方があるんだって。GLSDB について詳しく、GLSDB とはグラウンドランチとスモールダイアメターボムの略称で、日本語では地上発射型小直径爆弾と訳されているが、この兵器は航空機から投下する爆弾ではなくロケット推進によって自ら飛翔するロケット弾のことだね。爆弾と呼ばれている理由は、弾頭に GBU-39SDB スモールダイアメターボム小直径爆弾、という航空機から投下される GPS 精密誘導滑空爆弾を使用しているためであり、これを弾頭にしてハイマースや M207 などのマースで使用する M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせて発射されるので、正式には航空爆弾ではなくロケット弾として分類されているよ。GBU-39SDB は重量約 128kg 長さ 1.8 メートル幅 190mm で、アメリカのボーイング社によって開発され、航空機から投下後折りたたみの翼を展開して滑空し、GPS による精密誘導で目標を攻撃する爆弾で、速度の遅い滑空弾ではあるものの厚さ1ムの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるんだ。GLSDB はボーイング社とスウェーデンのサーブ社によって2019年に共同開発され、サーブ社が弾頭とロケットエンジン部分の接合部分の設計を担当したとされているね。ウクライナ軍にこの GLSDB が供与された場合、ヘルソン州のアゾフ海沿岸の奪還に成功すればそこからクリミア半島とロシア南部を結ぶクリミア大橋が射程に入ることになり、橋を落とすことでクリミア半島への陸路による補給路を遮断することができるぜ。すなわちクリミア半島を直接攻撃せずとも兵糧攻めにより、半島内のロシア軍を降伏に追い込むことが可能となるため、ウクライナ側では GLSDB の供与を心待ちにしていると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。